はい、えー、年末年始超降臨合社来たんで、え行、ー、引こうと思います。開催期間2016年12月30日14時から2017年1月3日23時59分まで。で、また白のジョスケが超降臨限定で、えー、来ましたね。ブレイクスキル恐怖、向こう威圧体制、えー、コマンドスキル200%移動、 200%移動。タップで敵全体に550%かける4連ダメージ敵同士接触セ5 0ダメージカウントマイナス1。タップ時に、えー、敵全、全敵カウントが0でなければ移動を続け再タップ。可能。停止時、敵全体へ1500%ダメージの行動キャンセル付与これは0になった敵を行動させなくするってことかな。 うん。で、アビリティがラウンド中に1回使用可能。えー、自身の魂チップを使用すると一度だけコマンドスキルゲージ消費がゼロになり、味方全体のアタック250%アップする。リーダースキル、スタンド使いのアタック70%、毎ターン開始時にスキルゲージに増加。いや、いいんじゃないですか。はい。で、まあ、いつも通りですね。7プラス2回で、 えっと、セット数でありますよね、また。はい。えー、で、3の倍数セット目で SSR2 枚以上確定で、5の倍数セット目でピックアップ SSR が1枚以上。ピックアップ SSR は、えー、超光林としげちーですね。はい。じゃあ引きます。はい。えー、じゃあ引いていきます。5セットですね。 もうただ、前回紙引きしまして、えー、っと、持ってない超降臨限定が、あの、今回新追加の、ジョースケだけなんですよね。まあ、ただ超降臨は、被ってもね、まあ、強いんでオッケーっていうことで。で、あと今、ビギナーズガシャで、あの、ずっと欲しいって言ってた、1年以上ずっと欲しいって言ってた、J ガイランドホルホースが来てるんで、ちょっとそれも引く予定なので、もうダイヤなくなっちゃうんで多分、 まあ、たぶん、また1ヶ月後ですよね、超降臨。その時は5セット引けないかもしれないんで、まあ、ダイヤ貯め、来い、来ないか。ダイヤ貯めようと思うんで引かないかもしれないですよね、次の超降臨は。うん、この5セットの間に、J ガイランドホールホースが来てくれれば、ビギナーズガーシ社引かなくていいんで、次の超降臨までに貯めれるかもしれないんですけど、あれ SSR なしかこれ。来たかおー、あー、あ、思ってなかったんだ。上助上太郎。えー、リーダースキル、味方全体が状態以上にかからなくなる。えー、コマンドスキル、消費ゲージ、全部使うんだ。えー、一部の防御スキル、貫通 &1000% 防御無視ダメージの、スタープラチナ &500×5 連の、クレイジーダイヤモンド発射。 え200%移動中3度までタップで、大範囲に 500×10 連&、小範囲の味方に知識を耐える効果付与。なんかダメージもいいし、いいんじゃないかな。まあ、ただ5個も使うっていう。えー、スキルゲージが0になるとアタック250%アップ。&、一度だけ自身のコマンドスキル消費が0になる。 ラウンド中に一回っと、え、いいんじゃないこれ。これ強いですよね。あ、いいじゃん。これはいい。うん。もうちょっとね、お来たー来いあー、持ってる。いやー、ビギナ、あのー、やっぱチョコに引きたいんでね、5セット、毎回。ジェイガイランド・ホル・ホースが出てくれたら嬉しいんだけど。 よし。あ、ああ、そっか。あプラス1がついたってことか。はい。まあまあまあ、あ、あいいね。ちょっと、うん、最近いいな、徐ジ々ョジョ SS 引きが。はい、えー、じゃあ2セット目。まだ確定じゃないですね、SSR。いやー、もう前回、紙引きしたんですけど、 もし、覚醒素材もないし、えー、うん、覚醒素材もないし、ブレイクスキルのあの本もないので、ちょっと大変ですね。あの、使えるようになる、ま、数章も、数章もないし、あのゴールドもないしっていう。そこまでがっツり遊んでなかったんで、ちょっと、やっと全員 SP キャラ、超降臨限定キャラ、覚醒したっていうだけですね。 うん、大変。あの、なので、ちょっとね、次の超降臨来るときにはもう、ね、なんていうか、うん、大変です、とりあえず。<laughs> がっつりやれって話なんですけど、やっぱね、他のゲームも楽しいんでっていう感じで、なかなか大変ですね。 ナイフディオが、あ、終わりか。ナイフディオがやっとアビリティスロット全部マックスになって、えー、超公認限定の赤のディオももうすぐマックスでね。っていう感じで、その後にまあ育てようかなっていう。キラーとか。はい、SSR、R なしでしたね。はい、3セット目。SSR2 枚確定ですね。長助来ないかな <laughs>。 うん。バイクのジョウスケも一応覚醒させて、アビリティスロット2ずつぐらい上げたかなでも、あ、そうだ、コマンドスキルのレベルも上げてないんだ。コマンドスキルのレベルも、えー、ロハンとコウがマックスにしてやっと、今キラーが十何個でっていう感じで、もう全然育てれてないんで、 ブレイクスキル体制も、俺もうレベル4ばっかりですね。レベル5までいけないっていう、ね、うん。お、きたうわーあらおお。いいね。うん、ジョジョ SS 本当にお得になりましたよね。スタミナせめて7分ぐらいの回復にしてほしいっていうのありますけど。ダイヤは本当に溜まるんで、まあそんなに贅沢は言わないから、 うん、スタミナ7分ぐらいにしてほしいっていう。それぐらいですよね、もう。J ガイル来いああ、まあ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 。降臨限定ですよね。あー、まあ、もう悪くないですよね。確定分2枚ですけど、全然悪くない。いやービギナーズガシャは弾きたくないから、欲しいんだよな J ガイランドホールホース。僕がもう1年以上行ってるから、 入れてくれたんですかね、ラインナップに。運営さんが。終わりか。まあまあまあ、今回もまあまあ良かったですね。はい。はい。これも全然そうやってな。やっと、うん、これ最後に覚醒させたんですけど、やっと覚醒させたばっかって感じなんで。はい。はい。えー、4セット目ですね。あれっすね、あの、覚醒じゃなくて、限界突破ですね。 限界突破するのが大変でした。あの、レベル上げは本当に、もう SP キャンペーン続いたんで、カエルはもう腐るほどあったんですけど、素材が全然なかったのでちょっと大変でしたね。はい。4セット目はなんもないですね、覚醒、あの、確定は。はい。いやー。 うん、多分、ビギナーズガシャ引かなくても結構、1ヶ月で溜まるかなって感じなんですよね。7セット、あ、5セットまでだと、175個、なんで、そう、溜まんないと思うんで。すしね、うん、徐々、あと、アビリティ要因とかもある程度育てないといけないのが大変ですよね。うん。タワーバトルもちょっとがっつりやろうとしたら、 ねえ、sp キャラだけ。あ、初ゲット。育てるにも、いかないんで。ん初ゲットかこれ。あれ違うのかな初ゲットだったら、なんか出ますよね。説明。違うか。ああ。あ、持ってるんだ。はい。という結果でしたね。次ラストか。 はい。じゃあラストいきます。これでピックアップ1枚確定なんで、えー、超降臨限定キャラか、しげちぃは確定っていうことですね。ま、あやっぱり、新しい、えー、ジョースケがいいっすよね。さあ、何枚来る ?1 枚は確定ですけど。ま、あ前回ちょっとね、おかしいぐらい、 超降臨が出て、しかも被らないっていうね。全然被らないっていう、綺麗に持ってないの出ましたからね。今回もその引きで、付介来ないかなままあ、多分限界突破するまでかなり苦労するですよけど。うん、白のないんだよな。白のあの、指,指輪っぽくないやつ,やつじゃない。あの、上、もう一個上のやつ。なんかの結晶みたいな。あれが全然たまんないし、落ちないしっていう。 で、スタンプも、全然持ってなくて、全部使っても、あうわあこれかこれラストか。うわあジョー上出なかったかま、あ一点狙いは、厳しいっすよね。いや、まだある。まだ可能性ある。うわあ、終わりか終わりか はビギナーズ会社引,引かないといけないなうわあ、はい。という結果でした。はい。まあ良かったですよね。うん。はい。というわけで、えー、っと、まあ初ゲットが、ジョースキャンジョータローだけか。な、多分。SSR だと。うん。あ、ちょっといっぱいだったんで、 ジョ,スキジョースケジョタローを育てたんですけど、うん、そんぐらいか。二ロハンに、えー、ケ長で、バイザーラストが2体。川尻工作、かっこキラヨシカギが2体出て、まあ、っていう感じでしたね。まあ、持ってない、今回の新降臨のジョースケ出なかったんですけど、まあ、悪くなかったですよね。はい、というわけで。 今回はこういう結果でした。えー、次回の調候には、ちょっと引けないかもしんないんですけど、まあまあ、ダイヤ溜まったら、うん、引きます。はい、えー、ご視聴ありがとうございました。